ジュニアの子までにあのボールの予算が下りないっていうことを聞いたのでボールをプレゼントします。あのこのボールでサッカーいっぱいやって上手くなってあのトップチームで一緒にやりましょう。待ってます。みんながたくさんボールを蹴れるように、僕たちの大切なお金を使ってこのボールを買いました。この文字が擦り切れるぐらいたくさんボールを蹴ってください。どうぞ。はい、ありがとうございます。小林洋二です。絶対に点を決められない左サイドバックになります。西川仁です。スライディングとかタックルで、チームに貢献したいと思います。守備的ダーティーダーティーらしくない。大井善です。得点をいっぱい決めてチームを勝たせたいです。よし、石川大我です。ゴールやアシストでチームに貢献したいです。よし、ちょっとぜひ一言ぜひ先輩。富澤選手目指しても多分あんまりいいことないんで、上手い先輩たちいっぱいいるんで、目標とする先輩たち目指してどんどん上手くなってください。じゃあ使ってくださいボール。なんか一言ない？富澤選手頑張ってくださいみたいな。例えばちょっとそこでさ、ちょっと4人で、じゃあせーのみたいなので、揃えて言おうよみたいな、いいよ、仕込みしても。仕込む。おー、いいね。じゃあ帰ろうかな。いやー、帰るんだよ。傷ついちゃうことも。気がすごいな。せーの、頑張ってください。まんま。ありがとう。頑張ろう。このボールで練習して、日本一になるぞ。